どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんが大好きな曲弾いて歌う弾き語りができるようになりますよということで日々簡単レッスン動画を公開しております。今日も張り切ってレッスンスタートしていきましょう。今日取り上げる曲はもう日本のロックのすごいやつ、こちらです。ドーン、ボーイの No New York。 この曲がもういい曲。この曲はですね1982年のリリースということでかなり初期の頃の曲なんですけど、なんとこの曲ボーイのライブの一番最後の最後に演奏された曲という伝説の曲でございます。その後のこのパワフルなロックナンバーをこのウクレレで演奏していきましょう。さあ本日はこ のガズレレ G ラボのラインナップの中ではこれ布袋さんのモデルに一番近いんじゃないかと。これテープでねこう貼ったらいいんじゃないですか。白いテープであの感じが出せるブラックビューティーモデル、 G ラボのブラックビューティーモデルをかっこいいバージョンで使って、簡単バージョンではですね、はい、こっちの初めてウクレレ使っていこうと思います。ただいま G ラボのウクレレたち大好評にて販売枠受付期間真っ最中でございます。はい、こっちのねベトナムで作られているねオールハンドメイドのオール短板ウクレレはですね、もう本当にめちゃくちゃいい鳴りと音ともうね弾けば弾くほど育ってくる、そんな素敵なウクレレになってます。ぜひ皆さんゲッチュしてください。概要欄に詳細貼っておきますんでよろしくお願いします。はい、そして11月11日ガズレレの日ということで弦が4本で11月11日毎年ねイベントやってるんですけど、今年はなんと名古屋に初上陸です。はい、チケットも発売になってます。これ大盛り上がりできるもんね、もう歌いまくりのねもうすごいめくるめく、一晩になります。でも平日の夜なんです。今からスケジュールよ予定シフトの調整をしていただいてぜひ来てください。はい、概要欄に詳細貼っておくんでよろしくお願いします。チケットが残り少なくなってます。 お願いいたします。はい、そしてガズレレのね楽譜本たち、はい、黄緑色の本が出たばっか、ソングブック6出たばっかでずらずらずらこれあるんですけども、はい、これ今年の夏で20万部突破というとんでもないことになってます。それを記念しまして全国200店舗以上の書店さんでガズレレフェア開催中でございます。フェアを開催中のお店でガズレレ本ゲットしてくださった方にはですね、もれなく全員にミニノートブックプレゼントと初めてウクレレ、はい、3本抽選で当たるよというのをやってるんですけど、ただ今アマゾンでもねガズレレフェア、キャンペーンやってるんですよ。今ねガズレレでのリットミュージックから出ているガズレレ本ゲットしてもらうと通常のポイントプラス 15% ポイントアップということなので、まだガズレレ本持ってないなという方はあの店頭さんのガズレレフェアかアマゾンガズレレフェアで買ってもなんかいろんなこと、まあ、あのお得にゲットしちゃいましょう。よろしくお願いします。さあレッスン始めていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている、簡単バージョンゆっくりやるんですけど、これはね歌のタイミング結構ねよく聞くと深いです。ちょっと後で解説していきますね。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはあのグルーヴ感ビート感、これがもう80年代のもうボーイのビートなんですよね。こう淡々とこうね無機質な感じなんだけどこうロック魂に溢れてる、これを再現していきたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあまずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強していただいて、これからの人生自分が大好きな曲聴くからやるにどんどん変えていきましょう。さあガズレレで音楽始めたら最高ですんでね、おでよろしくお願いします。さあレッスン入っていきます。ボーイの No New York、 まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。 1, 2, 1, 2, 3, 4。 シャワーを浴びて、一つで、この世を渡る。 She's a beauty face, whoa, she's a beauty face。 女神のような空を駆け、決めて、ドレスをまとい、街角に立ち、She's a beauty face, 花
ガズレレ簡単バージョンやってみました。はい、これいきなり歌が始まるんですけど、ここかっこいいですよね。あの簡単バージョンではダーダッンッダーって感じでやりましたけど、これかっこいいバージョンでここダダダッ3つになりますからね。今のは簡単バージョンなんでダーダになってますけど、はい、こんな感じで細かいね差がね、これからやるかっこいいバージョンと今やった簡単バージョンでは出てくるんですけど、この辺が面白いところで、あのさっきも言ってるようにこれ歌のタイミングがですね、結構ね裏拍で来る。もうこの辺が氷室京介さんの氷室ロック節みたいなところあります。もうボーイの曲ってこういうね、歌のタイミング結構絶妙なんですよ。ちょっとこの辺のね、歌の分析に関してはこの後ね、あのかっこいいバージョンのね、ちょっと手前でね、プチレッスンをしようと思うんですけど、まあまあしっかりちょっとまた聞いてください。で、今のね、ガズレレの簡単バージョンなんですけど、歌うパートはです。全部やってるんです。歌のパートは。で、つまりショートカットにしてるの感想とエンディングなんですね。なんで歌、これ歌中心の弾き語りもうバッチリなんで、ぜひ取り組んでいってください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながら一緒にウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては、ガンさんが今やった簡単バージョンの演奏と合わせてできるようになったら1個目のゴール達成だと思いますよ。まずはガンさんの演奏に合わせてできるように練習してください。できるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり大変ですからね。やっぱり楽譜がいいと思うんですよね。楽譜を見ながら何回も何回も練習していって、もう覚えて覚えて覚えちゃって、いずれは大空に向かって夕日に向かって外で歌うとかも、そんなの最高だと思うんですけどね。とは言ったってね、楽譜って今ガズさん言いましたけど、楽譜ってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんが手書きで書いているこのノートに書いてあるガズ手書き楽譜を今ね見ながらやっていたんです。こんな感じで書いてます。これもうちょっとしたらカメラにこんな風に大きくとして、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、トンガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのとこみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで
で、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。 No New York Boy のもう1982年のもう伝説のロックナンバー見ていきましょう。ちょっと今日ワンブロックちっちゃいんですよね。でちょっとこれね、迷ったんですけど、ワンブロック4つで書いちゃうともう2ページにバーッとまたいじゃうんで、ちょっとでこんな感じで書いてます。なんでちょっと読みづらくなっちゃってるんですけど、ワンブロックちっちゃいですんで、そのところを確認しておいてください。はい、ここさっきも言ったけど、簡単バージョンはここダーダって止まりました。でかっこいいバージョンはここのようにタタタって書いてあるけど、ここで止まります。はい、ここ伸ばすって書いてありますね。はい、こんな感じで、このキメは弾いていきましょう。はい、そして今日はね、コードはですね、かっこいいバージョンと簡単バージョンほぼ一緒なんですけど、唯一この間奏の、ここの間奏のとこでちょっとコードが違うのが出てきます。はい、ここ C サスポーっていうのが出てこれ、簡単バージョン F かっこいいバージョンは C サスポーって、ここでちょっとコードの違いが出てきます。下に書いてあるコードがかっこいいバージョンということですね。はい、でちょっと見ていきましょう。でここもまあ最初と同じか2番の A メロですからね。はい、見ていきましょう。写しときます。ちょっとだから今日見づらくなっちゃって申し訳ないんですけど、まあでもなんとか分かってくれると思います。でここがね、ここ A マイナー矢印 G7 矢印 C って書いてある。これね、かっこいいバージョンでここ決めていきますからね。はい、お楽しみにしておいてください。まずこんな感じで画面に映しとくんで、皆さん一時停止してください。A1 から B。どうぞ。で今紹介させてもらったガズクラブで、今映ってるこのガズレレノートの手書きのデジタルデータをお手元にダウンロードしていただいて、即座にご活用いただくのもめちゃくちゃおすすめです。ガズのノートの特徴をちょっと言っときますと、ここ V があったらこれね、これ点が書いてあるでしょ。リズムが分かるように載ってますよ。ちょっとやってみましょうか。ワンツースリーフォー、うん、シャワーを浴びて、ウォーウォー。はい、点でこうリズムが分かる。あとカスカードには載ってないここの伸ばすところとか、かなりねヒントがいっぱい詰まってるんで、夢のような楽譜になってます。で今言ったここのところね、もうちょっと後でねボイトレレッスン、タイミングレッスンしますんでね、楽しみにしておいてください。一時停止で、ガズクラブに入っていただくとこれねすぐゲットできるのでおすすめなんですけど、お時間ある方は書いてみてください。あ、いいですかね。でここ2番の A メロですね。でここと1番の A メロ2番の A メロはもう演奏は一緒なんですよね。でこうやってまず映しておいて、2番の A メロでここ行ったら見てください、 B メロ行ってサビに行きます。なんで構成を言うと 1AB やって 2A やって B やってサビに行く、こんな流れです。なので、2A からサビまでこうやって映しておきましょう。はい、いいですか。はい、でここがね感想ですね。これが本当はもっと長いんですけど、ちょっとガズレレオリジナルアレンジで、ここは簡単バージョン伸ばして、ここがリズム、かっこいいバージョンでこっちはアルペジオと8ビートのミックスで、こっちからリズムみたいな感じでショートアレンジの感想をやって、またここからまた B メロやってサビ2回繰り返して終わる、こんな感じになっております。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。これかっこいいバージョンで出てくるコード1個だけちょっと隠しておきます。今はね、簡単バージョンでは出てくるのはこの8個のコード言っていきます。 CAm、FDm、A7、D7、G7、Em7 の8個のコードです。今映ってる8個はこれガズレレではね、もう入門コードのグループ、安心のガズレレ必須コードなんで大丈夫です。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。はい、これね10個もあるのかと思うかもしれないないんだけど、1個ずつ見たらめっちゃ簡単だけど、いっぺんにどんどん10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私ガズが皆さんの頭にスースー覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に貼っとくのでぜひガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にさっきから言ってるちょっとこのねこの曲かなりボーカルの言葉の氷室京介さんの言葉のタイミングがもうねすごい絶妙なとこついてくるんですよ。ちょっとやってみると、最初の歌い出しです。最初の1回目、せーのーさん、はい、シャワーを浴びて、はい、シャワーを浴びて裏できます。でその後ウインク一つでここでちょっとタイミング変わるんですよ。じゃあその次やってみますね。せーのーさん、はい、ウインク一つでなんです。わかります？ちょっと違うんですよね。これがですね、この 2回目のウインク一つでのところがちょっとね言葉のタイミング違う。ちなみに 2番のところやると、メイクを決めて、これも裏ですね。どんどんメイクを決めて裏で来るでしょ。はい、ここの裏全部裏だったら分かりやすいんですけど、このウインク一つのところだけちょっと違うんですよね。最後の街角のところは、せーの、だんだん街角に立ち、
はい。なんで、1回目、3回目、4回目は裏で来るパターン。で、2回目のウィンク一つだけがちょっとね、違うという。ここら辺も聞き込みました、カズさんも。あとはね、女神のような、女神その顔で、ここのタイミング。She's a beauty face. Whoa, whoa, she's a beauty. この後ですね。女神のようなその顔で、ここら辺がね、掴み取るの結構ね、聞くとかっこいいんだけど、歌ってみるとね、あれってなっちゃうんですよ。これよく聞いて、言葉のタイミングを掴んでいく。これでさらに楽しくなります、ボーイの曲は。ガズレレでも他の曲ね、結構ボーイの曲取り上げてるんですけど、もうみんなね、このタイミングがもう、ってところで入ってくるんです。これがね、ボーイの面白いところで、あれかっこいいところ。ぜひやってみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョン解説されていきます。コード1個だけ追加。C サス4。これ簡単です。C からこう、1個ここ足すだけ。2弦の1フレートを足すだけ。で、今日の場合は間奏で出てくるんで、C から、C サスポーみたいな。こうやってと、使っていきます。はい。これかっこいいですよ。はい。そんな感じで、かっこいいバージョンの、じゃあ次、リズムを紹介です。今日出てくるリズムはこちらです。8ビートのチャと、途中の間奏のとこで、アルペジオと8ビートみたいな感じでちょっと混ぜたリズムをやろうと思いますね。で、8ビートのチャはもうほとんどこれはもう、この曲はいいと思います。これでいいと。ウクレレでやるにはもうこのビートがもう最高にロックです。はい。OK ですね。じゃあ、曲の流れで解説していきましょう。で、まあ、最初から話題になってる今のね、シャワーを浴びてんところ、いきなり決めなんですね。これは、さっきはダーダーってやったんですけど、かっこいいバージョンでは、ダダダって3回弾きます。はい。ダダダ、シャワーを浴びて、こんな感じです。このダダダで止めてください。まあ、左手でカッティングで止めてもいいけど、右でもいいですよ。シャワーを浴びて、はい。今の8ビートのチャの、チャを最初に出すとかっこいいかも。もう一回、よく弾いててね。せーの、3、はい。シャワーを浴びて、はい、浴びて、はい。一回先にチャをやると、ちょっとドライブ感増すかもしれない。そっからかっこいい8ビートで、チャでドライブ感満載。ちょっと1番やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。シャワーを浴びて、ウォー、ウォー、かっこいいよね。この運を叩き、次も止めますよ。せーの、ウィーク一つで、タイミング違うでしょ。こんな感じです。8ビート。これが気持ちが8ビート、チャガ。で、この B メロのとこも、She's a beauty face. Whoa, whoa, she's a beauty face. これドライブ感ます。早くなりすぎないように、どんどん気持ちいいから、スピードアップしていっちゃうんで、エンジンブレーキかけながら、心地よく、ドン、タッ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 、ボーイのこのね、ビートっつうのがあるんですよ。タッ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 、この独特のですね、あのね、ドライブ感とかグルーブ感っていうのとまた違うですね。もうまさにボーイビート。だからビートパンクっていうね、ビートロックって言葉が当時ありましたけど、このまさにビートがね、こう生きてるっていうのはそんな感じでですね。淡々と行くのがポイントになってます。はい。で、本当だからそういう意味ではね、リズムもめちゃめちゃ淡々としてるんですよ。よくつちゃ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 ってよくガズレレでもおかずとか言ってドラムがこうドコドコドコってあるじゃないですか。ああいうの一切ないの。これがまたびっくりして、ボーイの原曲聴いてみてくださいよ。ドラムがね、こう、どこ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 ってやるとこないんですよ。だからこれがまたもうなんつうの、このちょっと機械的なところっていうかが、まあなんつうの、人間が叩いてんだけど、ちょっとこう、なんとデジタルっぽく聞かせようみたいな、そういう感じが、まあ当時ね、すごく斬新でかっこよかったのかなと。洋楽の影響もすごく受けてると思いますね。そこをまた完全再現してるんで、もう今日は何のギミックもないですよ。ずっと8ビートのチャンをリズムキープして淡々といく。こんな感じになってます。でね、決めがね、1個だけあるんだ。そうだ、B メロに行くとき、A メロの一番最後、1番の A メロの一番最後をやると、この世を渡るからやってます。せーの、3、はい。この世を渡る。次です、ここ。ドンツドンツタン、シーズビューティー。ここ、デンデデンデデンっていうエレキギターのフレーズが入ってるんですけど、これをコードで再現してます。ここのとこだけやると、Am, G7, C。こんな感じですね。だから決めです。Am, G7, C。ダンダタンタタン。ダンダタンタタン。はい。Am, G7, C。わかりますかね。Am, G7 アップで C ダウンです。はい。こんな風に Am 矢印 G7 矢印 C こんな感じで表記しておきます。どこでどんどん行きます。ここもね、決めが気持ちいいから早くなんないように気をつけてください。これ A メロが終わるたんびにこの決めが入ってくるんで、ここはかっこいいぞと。はい。で、ずっと言って間奏ですね。間奏はですね、ちょっと、アルペジオと8ビート混ざったっていうのちょっと一瞬なんですけど、こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。
たったこれだけなんだけど、ここで一回こうクッとこうドライブ感をなくして、一回ふわーっとこうふんわりさせたい。これをちょっと表現します。まず C を押さえてその練習してみましょう。ドラーン、トゥン、ティン、テン、トゥン、タンみたいな感じで、親指で一回ドラーンってやったら4、1、2、3、2、今言った数字は弦のか、弦の数字ですよ。ドラーン、4弦、1弦、2弦、3弦、2弦、ドラーン、トゥン、ペン、テン、トゥン、テン、テン、これですね。で、これコードが C サスポーが出てきますから、ゆっくりやってみましょう。せーの、3、はい。C、C サスポー、C、C サスポー、はい。ここでちょっとふわーっとこう優しくこう強弱をつけて、曲の中でこうメリハリですね。で、感想として、本当はこれもっとすごく長くやろうかなと思ったんですけど、なんかウクレレでやってるとですね、ちょっとやっぱ間延び感があるかなと思って、ちょっとこれは本当に今みたいな短いブロックにしたんですけど、この後8ビートのチャンに戻って、B メロからサビ繰り返して終わるという流れになります。ちょっとじゃあ、1回目のサビから感想までいっていきましょうか。ワン、ツー、スリー、ニューヨーク、ニューヨーク、オーバー。優しく、でもここからリズムが入ります。はい、ドン、タテス、で次キメが入りますよ。ここです。ダンダダンダダン、シーザビューティーペイ。はい、ここで B メロ入ってて、サビ2回繰り返して終わる。このなんか男気があるというか、もうロック真っ正、なんかドストレートにドーンと行くぜみたいな、まあこれがもうね、いいですね。あ、かっこいい。やっぱロックのこう魂がですね、もうガズさんもこうロック魂が震えちゃうみたいなところあります。はい、このテンションも結構ロックには大事ですね。これをですね、こうなんと優しく歌うというより、やっぱこう言葉のドライブ感も大事ですかね。シャワーを浴びてみたいな感じで、こう言葉でもこう、なんていうの、この動画で言ってるこの言葉に圧力をかけるってやつですよね。これがもうめちゃめちゃ大事になる。この動画、めちゃくちゃこれ今日の曲に合いますよ。概要欄にこの動画のね、URL、これボイトレ動画です。見て、ちょっとトライしてみてください。さあ、それではもう早速かっこいいバージョンやっていきましょう。ボーイのノーニューヨーク、ガズレリルかっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2、3、4! シャワーを浴びて、街角に立ち、New York, New York.
ーイのノーニューヨークカズレレ流かっこいいバージョンやってました。これはもうやばい、めちゃくちゃテンションが上がっちゃいますね。もうテンション上がって早くならないようにだけ気をつけたいところですけど、まあ気持ちいいからもう仕方ないね。やっぱこのドライブ感疾走感というのはもう最高ですから、ぜひトライしてみてください。11月11日イベント待ってますよ。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌カズレレです。カズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でねブロックになってて最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールが無料なんで、まずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これこのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。